ザ・ユウです。バザーのお時間です。今日お誕生日の方、おめでとうございます。はい。今日お久しぶりに深くにサバカ芝居までやっていきたいと思います。金、土、はい。あれか。バーテンダークロトビー、昇降チャレンジお付き合いください。ありがとうございました。あとはね、切り抜きというかクリア画面だけ僕ね切り取ったつもりだったんですけど、編集ミスで日曜日に上がったクリア画面だけのみのつもり、はい、切り抜き動画をご視聴ください。ありがとうございました。あとはそれですね、日曜日ポケモン配信したんです。ありがとうございました。おかげさまで、はい、ちょっとくったくたでございますんで今日ねちょっとサバカ芝居丸やっていきたいと思うんですけど、その前にちょっとお知らせがございまして、ちょっと待ってくださいね。はい。ですね。X でね、お伝えさせていただいたんですけど、はい、この度ね、ネットショップのね、すずりさんからね、アルファベットですずりさんって書くんですけど、そちらで僕、認証バッジ、はい、いただき、認証バッジ付きの僕のアカウントがあるんですけど、ちょっと概要欄に貼らせていただきたいと思うんですけど、そちらで、オリジナルグッズをね、販売させていただけるということで、まだ商品は何もない。我が輩は猫であるんで、名前はまだないみたいなんですけど、はい。ね、商品ね、デジタルコンテンツか、はい、デザインとかされた、あとはね、デジタルコンテンツというか、デジタル商材ですか、はい。そちらとか、あと、シャツとかもね、T シャツとかパーカーとか、スマホケースとかバッグ、日用品、雑貨、文具、ペットの欄までちょっとどうしてやったらいいかわかんないんですけど、また、そういう風なのね、できるので、はい。もしよかったら、そのイラストとはね、またちょっと、まだ検討中なんですけど、どれを、はい、プリントするかとか、案なんですけど、T シャツとかね、パーカーとか、スマホケースとか、ちょっとこれやったら、ちょっと考えるんやけどな、お財布の紐が緩むんやけどな、とかいうのございましたら、ぜひね、ちょっとコメント欄に行って、あとは X の、はい、とか、コメントでもよろしいので、そちら、ご意見いただけると嬉しいです。あとね、ぜひぜひ、また、鈴井さんのちょっと販売、準備に、ちょっと勤しむので、はい。ちょっと、活動が不定期になるかもしれないですが、はい。何とぞ温かく見守ってくださると嬉しいです。はい、それではね、はい。今日やっていきたいのはですね、これですね、ちょっとね、前回ね、呪術廻戦コラボを引いたんですけど、もうちょっとね、お代わりしたいということで、はい、クエストをクリアしてまいりました。はい、クエスト、あと残るは14と15は一応置いてあるんですよね。一応取れ高があるとされているね、まだね。置いてあるんで、あとそれで、新協調、このアカウントも取りたいので、それに向けて、はい、呪術廻戦クラブガチャ、引いていきたいと思います。まあ、おかわりガチャですね。はい、そう言ってる。それでは、おかわり、領域展開いきましょうか。それでは、お願いします。こうやったっけ？はい、こちら、はい、無料配布64個となっております。はい、無料配布64個やったら ?9 回引けるんか。あ、前9回でね、引けたんでね。はい。9回言うてたよね。はい。9回ですわ。はい。9回の呪術師。はい。別に僕、9回関係者でも何でもないですけどね。ちょっと一回ね、阪神園芸さん、ちょっとマジで、お仕事しようかと思ったんですけど、体弱いんで、体弱いっていうか体力ないんで諦めました、僕。速攻で言うてもらった。速攻来ましたね。はい。これで、領域展開。うわぁ、ちょっと待って、マジで気合入れたかいあったね。マジで領域展開しちゃった。シンクロ覚醒しようか。待って、もう一体出るかな。もう一体。ちょっと待って。僕、協調出た時は別の、ね、先生やったんですけど、もう一丁。こうやったっけこれはさすがにね、裏梅さんですね。はい、これは。僕、あんまり裏梅さんに関しては詳しくないですよね。
マジで、もう一体だよ、もう一体だよ、ここまで来たらもう一体だよ、もう一体だよ、そうですね、もう一体こうやったっけ、わかんないんですよ、僕あんまり。ああびっくりした、ちょっと似てるからびっくりした。麻痺とか、麻痺とも持ってなかったんですよね。領域展開、自閉炎鈍化、確かに領域展開までは一緒やけど自閉炎鈍化になって持てる。はいはい、そうだそうだ。あと6回やったら出るでしょ、6回やったら1杯ぐらい引けるでしょ。領域展開ちょっと待って、合間合間にね、ちょ学長挟んでやめて。いや学長、気づきを与えるのが教育だ。あーちょっとそんな甘ないと。はいはい、それだ。あと5回、これであと5回出たらね、ほんまに領域展開ですわ。なんてっけ、無料空所。はい、あーはいはいはい、釘宮さんの方ですね。さっさと捕まえてみろよ。あのうるさいうるさいうるさいの方と一緒、あの中の人、はい、釘宮さん、僕とお誕生日一緒です。はいそれであと4回、 OK、 これで頼む。いやー、鴨さんか、鴨さんは、日野さん、接血操術、ここの方あれ煉獄さんと同じ声優さんですね。あと3回になりましたね。はい、頼むよ、あと3回で。こうやってこのちょっと僕忘れたんですよ。あ、来た来た、領域展開、無料空所。いやーそっち出とうか、ちょっとシンクロしとこう。あー、これについてはあんまり触れない方がいいのか。あ、でもアニメやから大丈夫なのか。いや、どうなんや。もっとヒリヒリしないと。もっとヒリヒリしないと。特急特定疾病呪霊、放送神。特急特等ごめん、これはさすがに言えへん。はい。ほんまもっとヒリヒリせんとね、僕も。はい。あと2回ですね。はい。それでは。いやちょっとほんま待って、ほんまにこれしよう。いやー、ちょっとあの浦梅さんか、あの矢賀学長を合間合間に挟むのほんまにね、ちょっとどうにかしてほしいんで、ラスト、はい、こちらのね、こちらですか、はい、こちらデシュか言うてもだね。はい、いきます。はい、こっち向きやったっけ、こうやったっけ。いや、もう浦梅さん、浦梅さんって、マジか。それでは結果見ていきましょう。はい、こちらですね。下からってどこの国の方。はい、あ、メカ丸とね、あのお兄ちゃんだぞ、はお兄ちゃんだぞちゃうわ、なんてっけ、全力でお兄ちゃんを遂行するお兄ちゃん遂行する、お兄ちゃんだぞって言った、ごめんなさいごめんなさい、お兄ちゃんだぞもあれやったっけ、言ってたっけ。はい、まあ、五条先生一発目出て裏梅、麻痺と矢賀学長、冬宮さん、鴨さん、ゲト、あ、合間に矢賀学長挟んでんのあれか、ちょっとメインアカウント強調の終わりがちょっとイメージが強すぎたっていう感じですね。ちょっと待って、これはあれか、これどう、これどう、これ領域展開、無料空所は、おかわりもう一回やった方がいい、これどうクエスト14と15クリアしたら、あとはどうなるの、どうしよう。てかメインでちょっと追って やるか、もうそれやったら柴山の強すぎになってもいいっすかどうしようかなーというところで、はい、この辺で今日はお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。無事にね、現代最強の11時五条悟さんをね、領域展開、無料ちょっと鳴らしてもうた。はい、引けたということで、まあ、でもいろいろ戦力補強できましたね。はい、本当はね、マコラとかも欲しかったんですけど、でもやっぱいいとこかな、デジモン11月からでしょ。うん、なんでちょっと追ってみようかなとも思っております。はい、
そうだ、本当に見てください。ありがとうございました。ぜひ動画の感想や、概要欄にあるすずりさんの、ページとかもチェックしていただいて、こんなものが欲しいですよとか、はい。あとはね、もちろんそのガチャのこれも五条悟も、ちょっと一か八かかけて、追ってみた方がいいですよとか、コメントをいただけると嬉しいございます。もちろん動画の感想もいただけると嬉しいです。あと、評価もよろしくお願いします。チャンネル登録もある方は、ポチッとよろしくお願いいたします。それでは、今回のお相手は私、ゆうでございました。動画ね、毎回忘れるからね、締め方忘れるっていうね。はい。それでは、なんだっけ。バイバイ。グダグダ。